車乗ってないの。はい。なんで売っちゃったんで。あ、車売っちゃったの。いいんですけどね。だからこう妄想してたわけですよ、自分はキャデラックに乗り換えました、うん、でね、そのいいね、まあ、バイクも乗らなくなっちゃってるから、はい、革ジャンをね、キャデラックに合うちょっとね、こう大人っぽい感じの雰囲気をまとった感じで、ね、うん、どういうのがいいのかなとか、服装もあるじゃないですか、あるね、こういう車に合わせるみたいなのあるじゃないですか、はい、あるね。ジャーニーさんだったら、自分が乗ってる車に。ああ、俺ね、俺ベントレーだから、なんだろうな、ベントレーとマイバッハだからね、持ってる車。これ、ね、今度は来週ロールスロイス納車するから。とんでもねえ。そう。あのね、そういう夢の中で生きてる。ああ、そう。夢の中。夢の中で生きてる。あ、俺がね、今乗ってる車に一番なんだろうね。でもなんか多分俺の車に合うのって言ったら、はい、ネルソンとかね。あ、ネルソンディアクライドとかね。うん、確かにいいね。俺ネルソン好き。確かに合いそう。ネルソンかっこいいよね。ネルソン好きだね。だからそういう乗り物に合わせる、まあ、バイクはそういうのにすごい合わせやすいじゃないですか。うん、車でっていうのもね。うん、革ジャンって車っていうよりバイクのイメージがあるけど、うん、そうね、そなんかちょっとね、うん、自分もその車を買い替えようかなって思ったタイミングで、なんかそういうのもちょっとふと思ったわけです。そうね、だからその革ジャン、バイク革ジャンっていうのはいわゆるハードなこのカウハイド、ホースハイドって部分に対して、車っていうのはよりリラックスして背もたれあるしね。そう、ね、そうですね、背もたれがあってゆったりとこうね、こう運転しながらのほほんと運転するもんだから、やっぱストレスあっちゃダメよ。ここら辺がね、ここら辺がちょっと、そうそう、やっぱホースハイドとかは、うん、この辺がちょっと硬いっていうか上げられないから、うん、上げられなくはないけど多分しんどい。でもいるからね、多分ね、うん、あえて革ジャンを育てるために車に乗ろうみたいな、こうハンドル操作で、そうそう、ハンドル操作の状態にいいシワ入ってるぜってそこに直視してたら事故るみたいな。危ねえ。なんか僕はなんかそのネルソン・ディアもしかり、ナタリー・カーフもしかり、作った理由っていうのは多分ちょうどそのね、車とかを乗り出した時期に作ってるから、やっぱりその自分の中で欲してんのが着心地の良さだったりだったのかなって、うん、あるよね。でやっぱその革ってそれぞれ経年変化の仕方がやっぱ違うから、うん、それが本当に面白いんだよね。未だにやっぱ面白いなと思う。もう革製品に携わって何十年も経ちますけど、やっぱそれでもね、革個体のそれぞれのね、うん、表情があるから本当楽しいなと思うよね。まあだからその視聴者さんもね、そういう考えでしてもいいんじゃないかな。いや、そうそうそう、だからうちのお客さんね、バイカーばっかじゃないしね。意外とそうなんですよね。8割ぐらいはバイク乗んない人だしね、うん、だからね、車で合わせるみたいなの方があった時に多いし、うん、まあ、普段街中で着るみたいなね、うん、そうね、街着とか多いから、うん、だから、まあね、この話がどこにたどり着くのかちょっと自分もわかんないですけど、まあなんかやっぱライフスタイルによってチョイスするものがみんな変わるように、僕も作るものは変わるのかなっていうのは本当あるしね、うん、この今着てるカーディガンとかだったりもそうだし、うん、やっぱりなんかこうストレスなく着れるものが今の気分なんだけど、多分またどっかでこうストレスを欲してしまう時が来ると思う。そうするとホースハイドにまた行こうとか、そういう波がそっちにもあるっすね。やるのよ。でも結局だから手放しちゃいけない。あ、そうですね。もう柔らかいのしか着ないや、ホースハイドいらねえとか言ってると、またホースハイドのこう欲が出てくる。あ、だから全部もっとこうよ、今日はこれだな、明日明後日の話じゃないから、周期って数ヶ月周期じゃん。やっぱバイク今手放したらもうバイク乗れないんだ。そうですよ、また買うとこから始める。そうだよ、車今手放したらもう買えないんだから、エルカンやめてよ。ちょっと後悔してるっぽいから。そうですよ。そうだから、まあかっこいい車だったけどね。うん、うん、でもあるわ。コバはさ、所有してることに喜びを感じるタイプじゃん。まあ、そうなってきちゃいましたね。そうだから、なんか雨ざらしにされてるあんないい車を見てんのが辛かったってタカさんも言ってたよ。まあ俺も思いましたよ。うん、すいませんっつって。
なんかいつまでも帰りを待ってる彼女みたいな。全然帰ってこないもん。すげえかわいそうだもん、そんな。たまに帰ってきて乗って、お前調子悪いなって。それは不機嫌になるでしょ。久々に帰ってきたのに。それはひねえ。洗車もしてくんないで。乗って撮影でさ、いきなりなんかむさ苦しい男3人乗せて。それは怒るよと思う。よかったと思う、売れて。そうですね、俺車だったらコバに買われたくない。幸せになってほしい。うん、ね、そう、でもそうやってね、男って成長していくんだと思う。大人の階段登ったんだね。そう、だからね、いつかね、やっぱまた出会えるといいなっていうね。はい、はい、何の話？分かんない。そんな感じですね。そんな感じですね。またね、車もね、車とかでもいいんじゃないかな。そうだね、自分の中のね。そう、車買えなかったトークでした。なるほど、はい、今日はもうじゃあ軽トーク、あ、シートークですね。シートークです。いやでも本当ご愁傷様というか、ああ、まあ、まあまたいい出会いありますよ。頑張ってれば今年中にね、なんか新しいの欲しいな。いや今年はもうあと2ヶ月よ。まだ2ヶ月ありますから。まあ、かっこいい今の。アトムの子、アトムの子ってドラマ見てる？見たことないです。日曜日にやってるんだけど、はい、昨日ちょうど見たんだけど、はい、その人も同じことですよ。あ、そうです。あと1ヶ月と思うか、まだ1ヶ月と思うか、心持ちよ。かっこいいね。で、買えなかったら爆笑したろ。ね、はい、そんな感じですかね。今年も終わっちゃうってことで。いやいや、まあまあまあ、まだ2ヶ月ありますから。今年はもうなんかないですか、特に。え、新作。ああ、新作ですね、ありますよ。あるに決まってんじゃないですか。何言ってんですか、僕はもう毎年冬にはドガーンをやる男ですよ。去年はファミリーズのか、うん、リミテッドね、うん、フルトンね。今年はね、インスタでは僕上げてるんですけど、自分がね、はっ、そう、 F から始まるメイウェザー級が、メイウェザー級のレジェンドが、ええ、イギリスのレジェンドが俺のフィルターを通してサンセットベイで蘇りました。端っこに映ってたこれね、こう置いてるとね、ここに顔突っ込みたくなる。ちょうどね、あの、ここに顔突っ込むとさ、こうやってやるんだ。こうやってやると、整体に来たみたいな。整体そういう気分も味わえるんだな。そんな感じ。これ絶対って家に置いといたら、うちの猫ちゃんの入る。気持ちよさそうだ。あ、もうね、すごくね、この光沢。ほら、本当だ。これ出ますから、ポーズ。そうっすね、はい、今多分ムートン系のジャケットにメイドインジャパンでね、これ知ってる、メイドインジャパンの、あ、これ最後にちゃちゃっとまとめますけど、メイドインジャパンって言えばいいと思ってる連中が超多くて、うん、例えばこれ、はい、もうこれメイドイン、これがね、実は中国とか韓国とかで縫製して日本にこのまま納品されるときにしょ、はい、ね、はい、だけどこの、例えばこれサンセットベイのこのタグ、そう、はあ、これを日本で縫い付けたらメイドインジャパンって歌っちゃっても問題ない、問題ないとされているっていう、その超グレーゾーンというか、もう限りなくブラックだよね。インクブラックだね。うん、限りなく黒に近い墨黒でグレーなの。拾ってよ。そう、っていうことができる世の中なんですよ今。例えば袖とボディだけバラバラできて、日本で袖だけつなぎ合わせる工程をすれば日本メイドインジャパンでいいんだって。言えちゃうんだ。そう、へえー、って言えるんだって今。そうだ、うん、俺はね、そんなダサいこと絶対しないけど、多分結構そういうダサいことやってる超いっぱいいるから、うん、マジやめた方がいいと思う、俺はそういうやつ、うん、同じメイドインジャパン語ってるんでヘドが出るというね。急にキレ始めたよ。そういうやつがいるんすよ。ほんと見てんだろ、ブレイキングだ。ほんと見てると思うからね、こういうの。ほんとにね、コシトはね、本気で、どんだけ本気でやってるかってことを、ね、はい、はい、あ、はい、いただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
俺の怒りを鎮めてくれたのは郵便局の配達員さんでしたね。すごいって言うパタッ。そうだから本当にうちはあの全て、まあこれの詳細はね、またこれの、ね、そうすね、詳細として撮りましょう。あ、正真正銘のメイドインジャパンっていうところだけ言っといてね。そうそう、あ、いい感じ、そうだよね。これはね、じゃあまた、うん、また別のね、詳しくね、別の動画で紹介します、うん、はい、じゃあこんな感じですかね。まあね、なんかね、こう、今日はすごい真面目な感じで行きましたけれども、やっぱね、J トークは月1ぐらいでやっとかないとダメだな。そうだね、なんかちょっと肩がね、わかんないから、ちょっとやっぱアネモの箱とか、うん、紹介系が多かったから、うん、そう、ネタがあったからね。そう、で、あとどうこう崩し具合がわかんないっていうか、だから結局我々が商品としてなんないといけないのが J トークだから、実は一番トリッキーで一番難しい動画で J トークなんだなって今日分かったよね。俺たち多分アネモの箱とかでちょっとあぐらかいてた、あるから、ね、ここにあるものが、そう、これについて話せってことでしょ。だからもう俺たち今心の内、物にはできないこの目には見えないものを話していこうぜってなると、お互いだから見ようとしてないから、お互いの心を、なるほど、ね、嫌い合ってるから、なるほど、だからなるほど、ね、だからね、あのもうちょっとやっぱコバとも密に電話とかね、毎日毎日だいぶ密ですよ、おはようって LINE で済ませないで、あ、電話でおはようって、おやすみ、マジで気持ち悪いね。マジでもうなんか芸人さんの感覚だよね、多分ね、ペアでやってきたけど、やっぱりなんかもう楽屋では話さない、いや結構話してるけど。はい、そんな感じですね。以上、アデモスコープチャンネルでした。つまらない男たちのこういったね、くだらない話がいいなと思ったら、匂い、同じ匂い感じるなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。以上、半年ぶりの J トークでした。また今年中にやりましょうね。やりましょう。次はすごいスキルぶちかましますからね。お、見てろよ。ブレイキングダウンね。はい、それでは以上、アネモスコープチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。またね。